入り口の狛犬と案内番タモニーは、埼玉県所沢市中富にある新温州、豊山派の寺院である。三号は宝刀山。次号は吉祥寺。本尊は大日如来。元六九年に柳沢義安が、三富神殿として、上富、中富、家府、村を改村した際、一時医者の性に基づき、開拓農家の段家寺として、上富に多福寺を、 また中富に祈願書、神樹の宮として、微社門社を創建した。その後同境内に、近隣地域より神明社を誕生し、同地域一体のうぶすながみとして祭り、1868年の神仏分離令によって、同院境内の西側は神社として、東側は寺院としてそれぞれ独立し、今日に至っている。また近年では、境内に、 立体マン奈ラをイメージして植え込まれたとされる23種類300株のボタンが作名所としても知られ、通称ボタンの寺として親しまれている。多門院本堂の本尊は、大日如来、また毘沙門堂には、かつて武田信玄の守り本尊であったとされる黄門の小さな毘沙門天像が本尊として建て祀られている。この像は、伝承によれば、造工一寸四分。 信玄は生前川中島などの戦に際し戦勝を祈願し、兜のうちに収めて戦場に赴いていたと伝えられるもので、天正10年の武田家の滅亡後、同桂園の僧を開始血縁のある柳沢義康の手に渡り、美写門社の本尊として祀ったとされている。なおこの本尊は12年に一度寅年の5月1日に開帳される。コマトラボタンの花股、 当院の向かって、左手西側は、新名社が隣接する。新物分離以前は、同一境内であったため今日でもその垣根は低く。例えば初詣の参拝客などは、同新名社側の鳥居前に行列を作り、そのまま自然と順路のように、社寺両方に参拝する人の流れができる。広く知られるボタンのほか、山百合大山木、安スミ老ン、ロバイ、などの花が咲く。 身代わりとら動員前を通る道路は近年、所沢市により多門院通りの道路名標識が設置された。ありがとうございます。